2019年12月時点のブラウザシェア、ネットアプリケーションズ Google Chrome Mozilla、Firefox イ,インターネットエクスプローラー、Microsoft Edge サファリ、その他ウェブブラウザとは、パソコンやスマートフォン等を利用して、ウェブサーバに接続するためのソフトウェアであり、ウェブページを表示したり、ハイパーリンクを辿ったりするなどの機能がある。単に、ブラウザとも呼ばれる。主なウェブブラウザとして、 文字ラ、Firefox、Vivaldi、Safari、Google Chrome、Opera、Microsoft Edge、Internet Explorer ーー等がある。Windows 7など古い OS ではサポートが終了しているものがある。大まかに言うと、Web ブ,ブラウザには3つの機能がある。主として HTTP により、サーバーと通信し、コンテンツを取得する。接続先を指定する際には、 ユニフォームリソースアイデンティファイアを使用する。取得したコンテンツに対して、その種類に応じた公文解析を行う。公文解析の結果をもとに、文字や画像を適切に配置し、あるいは文字の大きさを調整したり色をつけるなどして描画する。取得した HTML は、Web ブ,ブラウザのレイアウトエンジンに渡され、マークアップからインタラクティブな文書に変換される。 フラッシュアプリケーションや Java アプレットに対応するプラグインが用意されている場合は、それらを表示、実行することができる。未対応の種類のファイルに遭遇した場合は、ダウンロードして保存するか、他のプログラムを起動して開こうとする。HTML には他のコンテンツへのハイパーリンクを記載することができる。リンクには URI が含まれており、リンクをクリックするとウェブブラウザは、 その URI で示されるコンテンツを取得する。例えば、ブラウザのロケーションバーに http://en.wikipedia.org スラッシュと入力したとする。ユニフォームリソースロケータのプレフィックスである URI スキームによって URL をどう解釈するかは決まっている。古典的な URL は定義名 http で始まり、 ハイパーテキストトランスファープロトコルを使用してサーバに接続する。多くのウェブブラウザは様々な定義名に対応しており、HTTPS 用の HTTPS、ファイルトランスファープロトコル用の FTP、内部ファイル用のファイルなどがある。ウェブブラウザが直接扱えない定義名は他のアプリケーションにそのまま渡されることが多い。例えばメールとで始まる URI は、 既定の電子メールクライアントに渡され、ニュースで始まる URI は規定のニュースグループリーダーに渡される。ウェブブラウザの機能は最小限の文字を用いたユーザーインタフェースから多様なファイル形式やプロトコルに対応する高機能なものまで幅広い。電子メール、ネットニュース、インターネットリレー者等に対応するコンポーネントを含む Web ブ,ブラウザはインターネットスイートと呼ばれることもある。 主要なウェブブラウザは同時に複数の情報リソースを扱うことができ、別窓で表示したり、タブを使って同じウィンドウ内に表示したりする。また、表示したくないポップアップ広告を自動的にブロックする機能もある。ユーザーがブックマークしたウェブページの一覧を表示する機能があり、素早くそれらのウェブページに戻ることができる。ブックマークはインターネットエクスプローラーでは、 ご気に入りと呼ぶ。さらに、フィードリーダーが組み込まれている、ウェブブラウザも多い。Firefox では、フィードは、ライブブックマークスという形式で扱われ、フィードにおける、最近の項目と対応するブックマークのフォルダのように、機能する。Opera では、フィードの内容を格納し表示する従来型の、フィードリーダーを採用している。多くの主要、ウェブブラウザの UI には、 以下のような共通の要素がある。主要な Web ブ,ブラウザは Web ページ内のインクリメンタル検索機能も持っている。多くのタブブラウザには以下のような共通の要素がある。2000年代末期、Google Chrome の登場や画面解像度が低い、ネットブックの普及などに伴い、UI を整理してページの表示領域を極力拡大する傾向が主流になった。 アドレスバーに検索などの機能を統合、ステータスバーの廃止、ボタンの数を最小限にするなどである。初期のウェブブラウザが対応していた HTML は非常に単純なものだった。ウェブブラウザの発展により HTML の標準でない方言が生まれ互換性問題が大きくなっていった。最近のウェブブラウザは標準及び事実上標準の HTML と XHTML、それらに高度な表現や機能を付加する CSS、JavaScript などに対応している。表示した時の見た目は、どのブラウザでも同じであるべきだが、そうでない場合もある。多くのウェブブラウザには、プラグインが用意されており、ダウンロードして組み込むことで機能を拡張できる。主要なものには、Adobe Flash Player、Adobe Acrobat r e a d e r Java ルンチメエンバイロメント、マイクロソフトシルバーリットなどがある。インターネットエクスプローラー及びその互換ブラウザでは、アクティベック x という独自の規格が用いられる。それ以外のブラウザでは、ネッツケイップナビゲーターで用いられ事実上の標準となった Npipi ピピや、それを拡張した p ピ p ピ p i という規格が用いられる。コンピュータリソースの消費やセキュリティのリスクが上昇すること、 ウェブ標準である HTML ことで、プラグインを用いなくてもウェブの表現力、機能性が多彩になったことなどから、プラグインは淘汰される傾向にある。ウェブブラウザが標準では持たない機能を追加する、アドオン。多くのウェブブラウザは HTTPS に対応しており、ウェブキャッシュや、クッキーや、閲覧履歴を素早く簡単に消去する機能もある。しかしそれだけでは、対処できない。 セキュリティのリスクにさらされ、マルウェアに悪用されたり、ブラウザクラッシャーなどでブラウザのみならず、オペレーティングシステムをフリーズさせられる場合がある。各ブラウザや Adobe フラッシュプレイヤーなどのプラグインは、セキュリティホールの修正などで頻繁にアップデートを繰り返している。ブラウザ自体にもブラックリストで悪質なサイトへのアクセスを防止する自動アップデートなどのセキュリティ向上機能が、 追加されているが、アンチウイルスソフトウェアなどで、オペレーティングシステム全体を保護するのが望ましい。コンピュータセキュリティ、ネットワークセキュリティも参照。ネクスト上で動作するワールドワイドウェブは1991年に登場し、最初のウェブブラウザとなった。ウェブブラウザの歴史は1980年代以末に遡り、それから様々な技術の基礎を築き上げた。 最初のウェブブラウザ、ワールドワイドウェブが、ティム・バーナーズリーによって1991年に公開された。このブラウザー既存及び新たなソフトウェアとハードウェアの、いろいろな技術と共に寄せ集められていた。なお、ワールドワイドウェブは、後に、ネクサスへと解消されている。テッド・ネルソンとダグラス・エンゲルバートは、バーナーズリーのずっと前に、ハイパーテキストの概念を開発していた。 この核となる部分は、ワールドワイドウェブに合うのではないか、というエンゲルバートの提案にバーナーズリーは賛同した。マーク・アンドリーセン1993年に、n c s a モザイクが登場した。モザイクは、画像が扱える、最初のウェブブラウザの一つであり、これによって、ウェブの利用者が激増するきっかけとなった。米国立スーパーコンピュータ応用研究所のモザイクチームの、 リーダーであったマーク・アンド・リーゼンは、その後間もなく、ネットスケープを設立し、モザイクを組むネツケープナビゲーターを1994年にリリースした。このブラウザはしわたたく間に、世界中の最も主流なウェブブラウザとなり、最盛期には、すべてのウェブにおいて9割もの利用率を占めた。これにマイクロソフトが反応し、1995年に、 NCS 社からモザイクのライセンスを引き継ぎインターネットエクスプローラーを開発した。このことが最初のブラウザ戦争の引き金にもなった。マイクロソフトはインターネットエクスプローラーを Windows に同梱させることで OS 市場の優位性をウェブブラウザ市場にも引き継がせインターネットエクスプローラーにも力を持たせることができた。これによって2002年には インターネットエクスプローラーの利用率はピーク時で95%を超えた。2011年2月現在ではネットアプリケーションズによると利用率が57%程度とされており、インターネットエクスプローラーのシェア現象が示されていた。1996年にオペラが登場したが利用者を大きく獲得することはなく、2011年2月現在で2%と常に その前後の利用率となっていた。ただし携帯電話のウェブブラウザ市場では最も占有率を伸ばしており、4000万台を超える端末に導入されていた。また、いくつかの組み込みシステム向けにも登場しており、任天堂の家庭用ゲーム機である Wii や d a s h などがある。1998年にネツケイップはモジュラファンデーションを旗揚げし、 オープンソースとして自由な競争力のあるブラウザを提供しようと計画した。このブラウザは最終的に文字ら Firefox として展開された。公開された Firefox はベータ版段階だったが、それなりの愛好者を獲得し、Firefox 1.0が2004年末期にリリースされてから間もなく Firefox の全バージョン合計で7.4%の利用率を獲得した。 2011年2月現在では22%の利用率となっていた。2003年1月にアップルのサファリが登場した。アップルの製品での占有率は独占的で、2011年2月現在の利用率は6.3%となっており、緩やかな上昇傾向を見せていた。KDE プロジェクトの KHTML をもとに開発した WebKit と呼ばれる。 レンダリングエンジンを採用している。WebKit は Apple の iOS、Google の Android、Nokia の s 6 0 p ーム m の HP WebOS などいくつかの携帯電話のプラットフォームでも採用されていた。2008年9月に Google の Google Chrome が登場した。これは WebKit を元に開発したブリンクと呼ばれるレンダリングエンジンを採用している。 ウェブブラウザのシェアは1990年代後半以降の Windows の普及に伴い、インターネットエクスプローラーの占有が続いていたが、Google Chrome が2010年代に入って著しくシェアを伸ばし、2011年2月時点で11%の利用率に成長した。この増加傾向は、インターネットエクスプローラーや Firefox の減少傾向と同期していた。 そして2011年12月、Google Chrome はインターネットエクスプローラー8を超えて最も広く使われているウェブブラウザとなった。ただし、インターネットエクスプローラーの全バージョンを合計すると、IE が最も広く使われているウェブブラウザであった。2015年時点では Google Chrome の世界シェアはインターネットエクスプローラーを抑えて1位となっており、 過半数を占めるようになった。インターネットエクスプローラー及びファイアーフォックスのシェア現象は著しく、それぞれ2位及び3位となり Google グー,グームとの差が急激に広がっていた。一方で、日本国内に限ると依然としてインターネットエクスプローラーのシェアは高く、過半数を占めていた。2015年7月にマイクロソフトの Edge が登場した。Edge Hail と呼ばれる。 レンダリングエンジンを採用していたが、後にブリンクへ変更された。Windows 10に合わせてリリースされシェアを伸ばし、2020年には7.9%の利用率となり、Firefox をやや上回ったが、Google Chrome には遠く及んでいない。なお、成長著しいスマートフォンやヒッピー C のタブレットの分野では、オペレーティングシステム付属のウェブブラウザが利用される、 ことがほとんどであり、Android の標準ブラウザと iOS のサファリが OS の占有率にほぼ比例して普及している。一方、Chrome はこの分野においても複数の OS に対応し、PC ブラウザとの各種データ同期も可能なアプリをリリースしている。Opera など独自のブラウザをスマートフォンタブレット対応アプリとしてリリースする動きもある。本来ウェブサイトは 様々な OS 環境、ウェブブラウザで見られるように、ウェブ標準などに即し、アクセシビリティ等を考慮した形で作成される、必要がある。しかしウェブサイトによっては手術の都合から、サイトの閲覧に必要な環境として、特定の推奨ブラウザを明記していることがあり、閲覧者は、技術上の理由から、推奨ブラウザに合わせた、ウェブブラウザの選択が必要となることもある。また、 推奨ブラウザの記述内容によってはユーザーが安全上の不利益をこむる場合もある。ありがとうございます。